します。皆さん大きな拍手でお迎えください。ファイナリストの本田あゆみさん。彼女は現在岩手県で化粧品の販売員として女性の美のお手伝いをしながら自分自身ももっと美しくいられるよう日々ストイックに美を追求しています。続きまして2018ミスユニバースジャパン宮城ファイナリストの熊谷春恵さん。彼女は現在170センチの高身長を生かしたファッションモデルを目指して活動しています。続きまして2018ミスユニバースジャパン宮城ファイナリストの加藤美穂さん。彼女は現在モデル、タレントなどで幅広く活動しています。ご紹介いたしますのは2018ミスタージャパン宮城大会のミスター宮城とファイナリストの方です。2018ミスタージャパン宮城大会も大崎市のアインパラ浦島の会場で同時開催され宮城県代表が競われました。それではご紹介します。2018ミスタージャパン宮城代表の鈴木雄樹さん。先ほど7月23日ホテル椿山荘東京で開催されました2018ミスタージャパン日本大会でも一回をストイックに鍛え上げまして優勝は逃しましたが大健闘いたしました。チームも筋トレと日々肉体を鍛え外見だけじゃなく内面も切磋琢磨に励みナイスガイです。続いて紹介するのは堀口ガイさん。英語とスペイン語を操り世界各国での生活や旅の経験が豊富です。スノーボードでは全国優勝の経験もありスポンサーを受けプロ活動しています。インスタも応援しているので皆さんインスタフォローしてねだそうです。続いて紹介しますのは鈴木秀隆さんです。本業は酪農クラブ異色のファイナリスト宮城県の一位産業の担い手として宮城県をアピールするためにミスタージャパン宮城ファイナリストのさまざまな活動に参加する酪農イケメンです。こちらに紹介しました2018ミスユニバースジャパン2018ミスタージャパン宮城のファイナリストたちは2018年の1年間宮城県内のさまざまなお祭り、イベント、ボランティア、その他宮城県内を日本国内はもとより世界にも発信するために今後も数々の催し物に参加していきます。応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。皆さん大きな拍手をお願いします。また本日はご紹介いたしました2018ミスユニバースジャパン宮城とミスタージャパン宮城のファイナリストの皆さんがこの雨の中ですが会場内でご来場の皆様との触れ合いを行い大崎ジャンボ肉祭り実行委員会スタッフと一緒に活動いたしますのでファイナリストたちがお越しの際はお気軽に対応と応援のほどよろしくお願いいたします。さあということで2018ミスユニバースジャパン宮城ファイナリストのご紹介とランウェイステージでした。大きな拍手をお願いします。